てか冷蔵庫あるんかな、ここ今気づいたんだけど、ちょっと待ってね、冷蔵庫あるのかな。ねえわ、冷蔵庫ねえんだけど。これ飲み物ってどうすればいいんだろう。今うちに買っとかなきゃダメかな。エグバトピエン、冷蔵庫ないんだね。なんか普通に飲み物買いに行かないとダメだな、これ。バーとかじゃなくて。海外にないのは基本なんですか。基本かどうか分かんないけど、まあその何も飲み物が入ってないとかまあまあ普通だね。配信しながら外出すれば、いや電波どうなんだろうね、電波どうなんだろうね、あんのかな。ポットとコーヒーセットみたいなの あるよ、それはあった。ちょっと待ってね、冷蔵庫あったでもね、小さいのよ、小さいのさ、見てみる。これコーヒーとかのあれじゃんね。でさ、これなんかグラスとか置いてあるじゃん。でさ、なんかなさそうじゃない、一見。あれ？ないぞ。ないぞ。ピヤー。小さいのよ、あの箱が。すぐわかる？マジ？そう、金庫かと思わない、あれ小さすぎない。だって冷蔵庫ってもっとでかくない？てかあの上になくない、下にない、ミスリードかと思ってた。あ、逆にね、これに見えるけど違うんですよっていうことね。あれなんだな、フィリピン何考えてるか分かんねえわ。もうこれに見えるけど、彼、いやマジで分かんなかったわ。でもその普通に考えるとさ、あれだよね、その飲み物関連があそこにあるから、真ん中にある箱を飲み物って思わなきゃダメってことだよね。そういう感覚がないからこうなっちまったんだな。あ、10時か。飲み物を取り飲みますね。飲んだよとか見せないよ。ブルはうまいね。